はい、こんにちは、坂上裕太です。おはようございます。おはようございます、皆さんこんばんは、聞いてほしいのお時間になりました。この番組はですね、毎月トークテーマに沿って皆さんに聞いてほしいことを話すトークショーになります。今日はね、あれよ、稽古してきました。いや、なんか久しぶりですね。なんか2ヶ月ぐらい空いた気分。一人配信は2ヶ月、ね、ああ、そうそう、だからか。前回は通る磯野がいたんでね。 YouTube の配信だとちょうど後ろに僕スマホにひよし君入れてたんですけどね、これ入れてて、それがちょうど映っちゃったっていうめちゃくちゃ恥ずかしいな。なんかマジで焦ってた、ね、いや、マジで焦った、びっくりした。もう画面見た瞬間めっちゃびっくりしましたもん。ああ、よかった。はいはい、今日なんかだいぶ一人で喋れそうな気がしてきた。この1ヶ月の間何があったかな。銭天堂はもう発表してた、してた。この間ポカポカに出させていただいたんですけど、なんか観覧席みたいなのがあって、外に窓が、で俺はそういうのがないと思ってたから、うわ、ポカポカはこういう風太っていう弾幕まで描いてる絵を用意してくれるんだと思って、うん、びっくりした。でも動いてなかったんですよ、ちょうど多分その人たちが、ね、それが緊張しててあんま分かんなかったか分かんないですけど。いや、バチクソに緊張してたでしょ。寒かったですもん、暑かったのに。なんか寒かったけど暑かった、なんかブルブル震えちゃって楽しかったですね。楽しかったですね。久しぶり、久しぶりかな。テレビ生放送、初めてだね。僕初めてだったんですけど。どっちでした、よかった、よかったですか。マネージャーさんもいらっしゃったので親近感がなんかこの人ですよ、はい、このお兄さん、なんかね、出る前にそう、緊張してるんですか。めちゃくちゃ俺はマネージャーさんを煽ってたんです。煽ってたっていうか、なんか緊張してるんですよねみたいな、ちょっとやってたら俺が一番緊張してた。緊張して泣きが開けたらブル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 震えてCM の間に結構時間あったんですよね、うん、でその時ちょっと隙間が空いてて、そっからこのマネージャーさんの方見たら、なんかすごい、真似していいですか、みんな芸人さんとか女優さんとか、真似、アナウンサーさん話してる中、こうじゃあさ、あれ俺さ、リハできてないじゃん。あ、まあそうですね。そう、俺だからあの時の立ち位置ここでいいのかなっていう愛想を振りまいて、でもすごい気まずそうでした。気まずい。でも俺はそれを箱の中から見てちょっと安心した。あ、こう、あ、俺だけじゃないんだって。あいつ緊張してる、緊張してるよって思って。はい、でもあれですね、全世界に公開されちゃいましたね、名前とともに、ね、箱の中で震えてたって本当、あれ、なんで知ってんだ、今喋ったよね。あ、そっかそっかそう、俺なんか震えたっていうか、俺緊張すると寒くなっちゃうんですよ。なんか公演前とかライブ前とか全然暑いのに寒くなるみたいな、もう手先とか冷たくて。どうすか、今日うまいね、なんか調子いいね。ま、最近キッズをキッズと戯れてるんで。そうだね、最近だと本当に兄さんやってるわけですよ。そうですよ、坂上兄やん、いっちょ前に、いっちょ前に、ね、いっちょ前にやってるんですよ僕は。多分みんな早く見せたい、こう稽古場の動画を見てほしい。あ、まあ、そこが多分一番出るよねそうですね、そう、めちゃくちゃ兄さんですよ。で、なんで最近俺真っ黒の服ばっか着てるかっていうと、うん、子役の子にもう役名公開されたっすよね、うん、で僕すみまるっていう役をやらさせていただくんですけど、なんですみまるなのに白い服着てんなって毎日言われるんですよ。白い服白い服、青い服とか着てくと、なんでふーた黒い服じゃないの、すみまるだから黒でしょってめちゃくちゃ言われるんですよ。だから僕はだからもうそれ言われてから毎日黒。ちょっと待って、その前にさ、ふーたって言われてるの。ああ、はい、そうですよだからもう、うん、なんか他の人は大輝くんとか、ふーだ、いや、ちょっと俺が持ってる兄さん像とはちょっと違う。いや、まあだから距離の近い兄さん、保育園の先生のお兄さん役的な、ふーだ、ふーたさ、ふーた、ふーたお菓子買ってよなんかもう小一と小二みたいな今日も子役の子全員分のアイスを買わされました買わされました。でも可愛い、めっちゃ可愛いんですよ子役の子が。しょうがね、でも俺も多分そうだし、ちっちゃい時だからなんか近しいものを感じる。でもここまで生意気じゃなかったけどなでも可愛い、可愛い、可愛い生意気。
デッドリフト。デッドリフトって何？ああ、俺ジム行ってないっすもん。何キロ？体作ってんでしょ。そう、でもなんか俺なんかの写真でめっちゃ肩幅広くなったなって思ったんですけど、こう家帰って鏡見たらそんなに変わってなかった。なんか写真の写りがたまたまそうだっただけで別にそんなに。でも太ってるんですよ一応。でもこれでももう5キロ増量しましたから。本当に？はい。だから顔ちょっとぷっくらしてません？前こけても、ほら YouTube の画面もこけてるな。こけてます。まだ今ちょうどいいよ。え、ですよね。前はこけてたなって思いましたけど、最初の時はこけこけでしたよね。こけこけの実ですよね。いや、それちょっと滑ってみてさ。一瞬なかったら一瞬じゃない。いや、飲み込んだらいけるかなと思って無理だった。はい、じゃあ、はい、もう時間やばい。いきますか。ちょっと短いんですよね、配信の時間。それは別に延長する分には別にこっちは全然大丈夫だよ。じゃあ、あの見てる人が一人全部合わせて一人になるまでやります。あ、全然俺ら帰るけど普通。あ、じゃあ僕も帰ります。今月17日、8月17日から8月27日まで、品川、EX クラブ EX にて、不思議駄菓子屋銭天堂という作品に出演させていただきます。今日ですかね、役名が発表されたのが、すみまるという、紅子さんの隣にいる猫の役を、黒猫の役を演じさせていただくんですけれども、まあ、どんな作品になるのかはお楽しみということで、楽しみにしていただければなと思います。ですね、あともう一つがですね、すごい告知いっぱい、なんか嬉しいな。今年11月から12月までですね、東京、ミュージカル東京リベンジャーズに出演させていただくことが決まりました。イエーイ。はい、嬉しいですね。僕好きなんで、三谷隆君役を演じさせていただきます。舞台はあったんですけど、ミュージカルは初めてということで、とても緊張しているんですけども、精一杯頑張っていきたいなと思います。東京大阪で3日間ずつ、計6日間、12公演ですかね。ホームページを、ツイッター、インスタグラムなりをチェックしていただければなと思います。ビジュアルはまだ解禁されてないので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。ぜひ配信の感想や僕に聞いてほしいことなど、ハッシュタグ聞いてほしいをつけて SNS に投稿してください。それではまた次回の聞いてほしいでお会いしましょう。今日はありがとうございました。バイバーイ。